おい、頑張れ。そこで。はい。頑張れ、頑張れ。いけ。おい、ナイスー、ナイスずっとランク？ランクやってる？ランクはですね、次の配信までやってないっす。ブラシなんか進んでないよ。あら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 。あれ、ライフライン。ライフライン。ジムさん、バスだよ。バスだよ。珍しいライフラ。いや確かにこうそう考えたらライフラ取られたの久々かもしれない。初心者さんかもしれん。本当だ。俺はやりやりですね。パスファインダーうまく扱えるかな。パスファインダー使ったことなさそうだね。キルゼロだったね。よし、あの人何が好きなんだろうか。まあ分かんないんじゃない。レベル20の頃とか武器とかまだ覚え途中。エイブも確かにやっと覚えた武器2、3本をそうどうにか探してやってる状態じゃない。ピュンピュンしてますね。うん、してますね。救急を悩んでます。救急をなす。めっちゃ救急眺めてる。このマッチ一緒に頑張ろうね。うん、頑張る。あ、救急だ。いました。いましたね、ちらっと。さて、いるのでしょうか。あ、よかった。これもあげよう。これあるよ、ここ持ってきたんよ、これ。さっき、救急。あれ？あ、ちょうどよ。うん、確かに。あれ？どう？救急だよね。あ、救急。あ、これ気づいてないパターンや。教えてやらんと。しかちょっと、待て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 。もしかしたらライトとかヘビーの武器、まだ組めてる？わかんないかもしれん。どこ行くんですか？めちゃめちゃ早いよね。ここをどうした？なんか、お、壁じゃんやろうとしてる。おお、できるやん。あ、でもこれよ、これ。これは？あ、やっぱそうやな。あ、壁じゃんできる。えらい。ここにあるよ。ナイス。あ、ありがとう。オッケー。めっちゃ練習してる。壁じゃん。すごい、めっちゃ。お、さすが、お手本。おい、頑張れ。そこで。はい。頑張れ、頑張れ。いけ。おい、ナイスー。ナイスー。ナイスー。いいね、ナイスー。うまい、うまい、上手。初心者と思えんな、動きは。上手。サンクス。おい、ナイスー。おい、ちょっと、ちょっと、プレッシャーだった、今。おいで、集中だね。おい。むずいな、これ。へばってた瞬間だよ、だって。そう。なかなか。で、方向の入り越しないとやりやすいんだよね。あとは左のスティックを触らないとね、非常にやりやすいので、皆さん覚えてください。というわけで、アイドンワークです。どうも、ティムです。というわけで、今回は初心者らしき、ノラライフラーさんいたんで、やっていきたいなと思いまーす。どうも、とりあえずバッテ作ろう。俺もバッテ作ろう。はい、というわけで、お待たせいたしました、シーズン13初動画です。バブルスイッチです。もう2週間ぐらい経った。しかも投稿する頃には3週間ぐらい経ってんやろな、これ。多分ね。まあ、そんな感じでグダグダ。おぉ、いい。これ自分で使いな。うんうん、了解。アンチ聞いちゃうよ。あー、ナイス。まあそんな感じで和気あいあいと平和にエイペックスやっているわけですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、僕はと言いますと、昨日ね、あのディズニーシー行ってきました。お、ディズニーシー行ってきました。おー、いいっすね。できた。今ね、めちゃくちゃ空いてるんでいいっすね、基本的に。そうよな。で、あのね、ちょっと前に2000円払うと時間指定で並ばずに乗れるよっていうのがね、うん、まあ1個のアトラクションだけなんだけど。あ、1個のアトラクションです。お金払うとすぐに乗れるってこと。で、できて、結構賛否両論あって、ちょっとね、あの、荒れたのかな？まあ、ネットで話題になったんですけど、あのね、別に、あの、それ使わんくても乗れる。別に45分ぐらい待てば乗れる。おぉ。のでね、まあ別に、てかまあ使いたい人だけ使えばいいからね、別に、とやかく言う必要ないよね、お金払わない人は。あそこ行こうぜ。あり。行きまーす。ここいる。おぉ、オッケー。あ、誰が来るかも。あ、来るや。70終わりました。
と余裕そうだから話そう。で、それ2000円払う、ジムさんだったら。2000円払うんだったらもう待つかな、俺だったら。待つか。まあ、2時間、もしさ、3時間待つかったらどうする？ 3 時間えぐいな。ワックンだとって3時間だったら。あの、時給換算したらさ、まあ、3時間って別に2000円、お得やん、うん、2000円だったら。まあ、だから3時間ぐらいだったら、あと夏とか外並ぶのしんどいしね。ぐらいだったら使うかなって思うけど。難しいですね。あ、やめてほしいですね。あ、そこに入れます。入れます。待って、これやばいな。降りよう、降りよう。で、アンチがね、やばい。あ、おっと、ごめん。せできますかな。それやっちゃおう。Thank you。これアンチしんどくない？アンチしんどい。あー、ありがとう。どうしようかな。あっちだな。はい、受け取ってます。OK。そこの上、上、上、上。怖いです。とても。あ、待ってる。待ってね。いろいろとしんどいな、これ。あ、やばい。ちょっと待って。あ、やばいです。ジムさん耐えてー。耐える耐える。生きてる、すげえ。ちょっと蘇生いけんかな。こっち来れる？ここが限界。野田さん寄ってドームまで走りたいけどどうしよう。あー、死んじゃうって。というわけでコメント、ティブさん入院してたんですね、お大事にどうぞ。あ、ありがとうございます。はい、というわけでティブさんはしょっちゅう体を壊す。今年厄年かもしれません。よし、どうも、とりあえず今が厄だわ。おあ、でも2部隊だから、これあの走れば起こせる、起こせる、後ろにしようだって、これいけるいける。怖い。あ、でさ、ちょっとディズニーシーの話をちょっともうちょっとさせてください。あ、てか行ったことある、ティブさん？ディズニーシー？あんまりいかん。あんまり。まあ、おすすめのね、アトラクションがね、まあ、いろいろね、あの、レイジングスピーツかのジェットコースターみたいなやつが、みんな大体、まあ、好きだと思うんすけど、うん、あの、ちょっとちっちゃい子供向けのね、あの、ジャスミンのフライングカーペットってやつをぜひおすすめしたいのでね、もし行った時は調べて、乗ってみてください。なんだっけ、あれがやっぱ好きね。トイストーリーだわ。あっという間にもね、面白いですね。ちょっと訳さない方がいいな、あんまりこれ。オタクバレるわ。トイストーリーマニアですね。面白いですね。ちょっともうちょっと語らせてや。そのね、ジャスミンのフレインカーペット、あの、縦と横にあの、レバーが動かせて、動くんですよ。あの、上下に。それを上に行ってる時に下に倒して、下に行ってる時に上に倒すっていうのをやるとめちゃくちゃ速くなるんで、裏技です、これ。皆さん、行った時ぜひやってみてください。なるほど。3人もいんの。無事かな。中入ろ、中入ろ。野田さん、とりあえずこれあげよう。あれば、あれば、これも、これも、どこどこどこ。よし、よし、よし、オッケー。これね、ちょっと待ってね。あ、じゃあイングマンか。俺使うわ。45。うわ、でかっ。怖えよ。45。あかー、まずるじゃん、普通に。はい、九州、ここ。あの、あっちいです。あっちいです。お願いします。左が行きたい。左っていいよ、俺。待って、ライフラッシュって、それ。やばい。おーっと。ライフラ、来ないかな、こっち。あっち来るよ。オッケー。手割った。オッケー。あ、待って、ガチ、ちょっと右行こう。いや、ごめん。あー、クレーバーは無理だわ。ワンドあの、バッテリーないですよ、僕。あ、バッテリーないです。おお、それは無理だって。いいや。